教育研究活動、大学の役割というタイトルで、大学で、いろいろみんなで検討しました。で、私、カナダ大学で研究員してます、岡本といいます。全く関係ない、物理学系の研究をしてて、これは趣味で参加したものです。でですね、昨日の夜の時点で最初まとめるときにはもう、なかなか、最初、地元の方のお話を聞いて、で、いろいろ問題点を把握をあふり出そうとしたんですけれども、最初は割と今の形でいいんじゃないかって、なかなか話が進まなくて、で、いろいろ話が発散していたんですけど、で、割とこの大学っていうことにしばらくこだわっちゃってて、それで発散したんですけど、結局、僕らがここに来てる、一番、なんていうか、この、金倉の人たちにとって一番の目的というか、必要なことでのやっぱここの最後のここですね、金倉での豊かな生活が続いていくことと、金倉の人たちにとって、でそれを達成することがために今大学が何をできるかということだろうということで、まずこれをまず最初にちゃんと意識すると。で、あくまで、これを達成するために、別に研究がそのために役に立つなら当然役立ってもらえるんですけど、役立たないと判断されれば、それはまた、それはあくまで、地元の方々が自分たちで判断されることだと思うんですけれども、ただ、今判断するにも、まだまだ、先ほどいろいろ話がありましたけど、これまで多分、金倉でいろんな研究がされてきたんですけど、その研究が何がされていたかとか、どういう人が来てるとか、そういうことが、まとまっていないと。だから、なんかいろんな人が来てたけど、一体何されてたのかと、そういうことがあまりちゃんと記録が残っていない。で、あと、一応点が入って活動になってるんですけど、活動を多分鎌倉の方々がいろいろこれまで何とやちょっと忘れましたけど、いろんなことを地域を何とやです地域の方が地域を盛り立てるための活動をいろいろやってきてると思うんですけど、それも一体いつどういうことをやってきたかという記憶がちゃんと残っていないだろうということで、それをちゃんと残して整理するということをまずしっかりして、まず足場をちゃんと固める、そういう基礎的なところに、大学がちゃんと役割を果たせるんじゃないかと。で、それは、研究拠点、今ちょうど、ちょうど研究ゲストハウスですね、ちょうど今すでにいい場所があるので、ここにそういう機能を集約していくべきであろうと。でそこで、集約することで、今度、今お名前を忘れました、ね、三友さんです、すみません、申し訳ないです、三友さんが、すでにもう入られているので、三友さんを中心に回してもいいんですけど、やはり先ほど言ったように、最後はこちらの、金倉のことは、金倉の方々自身で決めていくべきだろうと思うので、ちゃんと金倉の方をそこに巻き込んで、で特に今若い方があんまりちゃんと入ってないみたいなので、若い方をうまく巻き込んで、でそれで金倉のことを、その本当に自分たちのことを自分たちで考える、お手伝いをしていくと。でそれで、集落の方の人材の拡充ですね。それでそれによって今度、また先ほど、中村先生からのお話ありましたけど、実際こういう研究を、例えば金倉の難しいと、例えば田んぼのにいる生物がどれぐらい種類があるかちゃんとすれば、先ほどなんかありましたけど、棚田でいろいろアピールができる。だからそういう研究をしてくれる人がいないかとか、そういう提案を金倉の方々がちゃんと自分たちで考えたことを今度提案していくと。そういうその、大学の研究、あとその、金倉の、最終的な目標、ここに向けた目標を達成するために、必要な提案を金倉の方からしていくという、こういうなんかループですね。こういうフィードバックが変わってきて、でこれを繰り返すことで、金倉の自分たちの今まで見えてなかった、この豊かさですね、この豊かさというのは一体何なんだろうということを、もう一度ちゃんと自分たちで気づいていっていただいて、そうすることで、どういうことが金倉の豊かさで、じゃあこの豊かさは達成するには、例えば、棚田っていうのはやっぱり本当にこの地域にとって非常に大事なものであるとか、逆にその
例えばこういう伝統がたくさんついてるけどこういうものは実はいらないんじゃないかとか、その必要なものと必要じゃないものをちゃんとこう選別してですね、それでより豊かな生活がついていくように、なことを足す、まあ、自分たちでそのちゃんと掴み取っていくというか、そうすることで、まあ、最終的にこれがうまく達成できるか分かんないんですけど、少なくともそのための基礎的なところを大学は、担っていくべきだろうというふうに考えました。一人で喋っちゃったんですけど、何かありますか？あと、ちょっと本当はこれ、教育っていうのが入ってるんで、大学の教育機関としての役割も、本当は今回考えたかったので、余裕がなくて考えられなかったんで、それはまた次回ということで、以上です。ありがとうございました。金倉自然文化研究所を中心にしたお話ということでした。はい。コメンテーターの方から、ありがとうございます。どうも発表ありがとうございました。大学のですね、役割としてやはり総合的なものの見方というのを現場にこう植え付けていくということがすごく大きいんじゃないかと思って聞いておりました。というのは、例えばこの金倉をどうやっていくんだっていう問題の中にも、まあ、例えばツーリズムの問題だとか人づくりであるとか、あるいは日本の農業問題とか食料問題とか、まあ、言い出すとすごくいろんな要素がこう複雑に絡み合った状況だと思うんですね。で、どうしてもこの金倉から、まあ、もちろん金倉発っていうことはすごく重要だと思うんですけど、それだけでやっちゃうとついこう、まあ、言葉悪いですけどここしか見てなくてどんどんこちらに行こうってこう決めてしまうので、それよりこう客観的にいやいや世の中ってこうなんですよっていう幅広い見方をいろんな切り口で教えていただくというか示唆していただけるというか、そういうお立場はすごく大学って重要だなと思います。昨日中村先生が講義をやってくださった時に、世界農業遺産っていうのはこういう棚田とか風景だけではなくて農業問題、農業がちゃんとついてきて初めて認められるんだってことをおっしゃって、すごくあなるほどと思ったんですけど、まあ、例えばまあ、日本って今食料の自給率がね 40% ぐらいなんですよね。でこれはもう40年前では70数%あった自給率が今やもうどんどん減ってしまって 40% になってると。でこれは先進国の中では異常に低い自給率と言われていて、でしかもこれだけ世界の人口が今60億人、20年後には90億人になるっていう中で、まあ、今エネルギーが不足するって言われてますけど、原発問題とも絡んで実は食料、まあ、これはもう食料資源ですけど、食料の不足っていうのも近い将来必ず訪れる我々が直面する問題だと思うんですけど、そういうところをですね、耕作放棄地の問題なんかも本当はそれだけ考えるとね、日本の食料自給率がこんな低い中ですごくもったいない話なんですけど、でだけど自給率、耕作放棄地っていうのはやはり相続税の問題とかね、これまた日本の独特の税制とか全部複雑に絡んでくるんですよね。でこれは紐解いていかないと、これは本当に金倉だけではもうどうしようもないところもあって、ある程度国の仕組みとか変えていかなければいけないところもある。でそういうのは我々実業界もやっていくわけですが、なんて言うんでしょうね、こう学問的に体系だってこれだったらこうなんですっていう総合的にアピールされるお立場ってのは大学ってすごく地元にねいてくださって、そういう強いお立場だと思うので、こういう特に金倉にはこの金沢大学っていうもう力強いサポーターがいらっしゃるわけなんで、非常にそういった意味でも強い味方がもうすでについているのでいいかなと思います。そういう意味でよく産官学とかって言いますけど、我々もそういった意味では産業界の立場で頑張りますので、ぜひ学の立場、それから、まあ、県庁だとか各市町村の方もね一緒になってやっていくと、そういうことだろうと思います。そういった中で大学の役割がすごく大きいと思いました。以上です。ありがとうございました。さっき
交流のところにちょっと座らさせていただいている話を聞かさせていただきました。その中でね、私もちょっと話したんで繰り返しになると思うんですけども、金倉にはこれまで1600年ぐらいの歴史分かっているだけでね、あって、それでその中にはいろいろなその歴史、それから民族、いろんなものが含まれていて、そこを研究しにこれまで、神奈川大学の常任文化研究所とか法政大学、立教大学にいろいろな人たちがここを訪れて、その都度研究をしていった。でしかしながらその研究された成果物、例えば論文とかそれに関する本とかですね、というのは意外とここにはあまり集積されていない。おそらく個人的にバラバラに持ってらっしゃると思うんだけども、それはどっかに集められてあそこへ行けば全部わかるという仕組みになってないんですね。おそらく論文というのは一番ペーパーとすると情報の発信力の強いもののが研究論文なんですね。だからそれを金倉のある場所にちゃんと集めて、でそれで金倉のどこそこへ行けばその金倉あるいは金倉周辺の歴史、文化、民族、そして、いろいろなことが研究論文がそこ分かるっていう、そういう仕組み作りを作った方がさらにそれを目当てにさらに研究者が訪れるというような仕組み作りをした方がいいんじゃないかと。さっき稲部さんは私は、金倉文庫をぜひとも作りたいというようなことをおっしゃっていました。ぜひともそれを実現してほしいなというふうに思って、そこはまた研究交流のあるいは教育のね、なんかこうセンターになるような仕組み作りをしてほしいなと思います。はい、ありがとうございました。岩橋さんからは総合的な、大学への大きな期待についてお話しいただいて、それと、連携していく金倉では仕組み作りを進めてほしいという宇野さんの今のお話だったかなと思います。ありがとうございます。この点についてでもいいですし、他に何かご意見などございましたらいかがでしょうか。はい、では特にないようでしたら、これで最後のグループの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。